皆さんも議員を最近、ね、話題になっているニュースで18歳の女子学生と飲酒疑惑が浮上している吉川議員でパパ活をしていて、まあ、週に2回男性と食事やデートをして10万円もらうといいますが SNS を通じて見知らぬ男性と会うパパ活はトラブルになるリスクが高いと専門家は話します当たり前だろうって思うけどね有権者はまあ怒ってるってことなんだよねその責任感がないとか議員を辞めてほしいとか で18歳の女子学生と酒を飲んだ際、ホテルに入り、現金を4倍も渡していた疑惑が、えー、週刊誌によって報じられたってことなんですよね。で、吉川議員は、えー、記事を見てから対応しているってことで、でえー、岸田さんの方うが、まあ、責任を、ね、なんか追及していくみたいなことなんですよね。で、吉川議員はその一昨年にその性暴力なんか犯罪とか、そっちの方をなんか。 あの充電的に取り組んでいる活動をしていたにもかかわらず本人がまさかやってしまったっていうね最悪のパターンですねでパパ活はまあどんなものかっていう,こう記事に載ってるんですけど、えー、20代の A さん大体、えー、週にパパと会って5万か7万または10万とかそのくらいの、えー、設定金額かなと思います、えー、週にパパ活をしてるという A さん金銭に余裕ある男性と食事やデートをしてお金をもらうただそれだけにとどまらない場合も、えー、パパ活の場合は食事だけデートだけという子もいるけど 大半はもちろん体の関係ありきで会うダンスが多いと思いますね。8割から9割はそうなんじゃないですかね。当たり前だろって思うよね。飯食うだけでさ、なんで金払わなきゃいけないんだって思うよね。それがないとねって <laughs>。で、一体どうやって出会うのか。マッチングアプリのパパ活サイトでメッセージの相手をして会うことに、経営者の人がやっぱり一番多いかなと思います。ああ、なるほどね。まあそうだよね。経営でさ、成功してお金があるんだからさ、あの、 風俗とかね、高級なあのデリヘルとか風俗行くよりかは、パパ活の方がなんか、あの素人感があって、ドキドキしてワクワクして、俺だったらパパ活するかなって思う。自分がね、あの経営者で金があって、ね、その、こういう遊びするなら、ね、パパ活だなって思うね。で、インターネットでパパ活を検索するとき、多くの求人情報が掲載される中には、1日12万以上の求人もあった。 女性の資格は18歳以上と書かれている新しいライフスタイルの点はパパカツ金銭的援助してくる男性イコールパパパトロンを見つけようという記事もでただ出会う相手は見知らぬ男性パパのトラブルについて性犯罪に詳しい人はこう話す知らない間で、えー、飲み物に睡眠、まあ例えばね飲み物に睡眠薬入れられてしまって眠ったところに強制挨拶をされたとかある、まあ、それはあるよね で被害に遭、えー、って泣き寝入りせざるを得ないことがある。SNS で知り合うということが非常に多いと思いますが、いは被害を申告しようとしても、相手がどこの誰なのか全く特定できず、結局操作が進まないということがある。パカッを選ぶというのはかなりリスクがある。確かにね。だからそう考えるとメルカリとかさ、ちゃんと責任持ってくれるじゃないですか。やっぱアプリとしてあの一流なわけじゃないですか。まあ、あとヤフオクとかね、そういうものっていうのはちゃんとね、あの、 アプリ側がしっかりした会社で、このパパ活のアプリとかさ、<laughs> ろくでもないアプリだしさ、まあ、勝手に、まあ、Tinder とかでマッチングアプリをパパ活側にしちゃってるってあるし、まあ、どこの誰だかわかんないよね。確かに。まあ、それはあるよね。だから、オンラインだよね。オフラインだけど、オンラインに近い、なんか、オフラインって感じもするんだよね。で、まあ、パパ活はね、その、 男も女もしない方がいいよって思うし、亡くなった方がいいよって俺は思うんだよね。で、あの、そうそう、吉川議員にしてみたら、まあ、議員としてさ、成功して、まあ、お金もあるし、ってことで、まあ、当然さ、性欲もあるから、まあ、パパ活、まあ、でもリスクあるよね。やっぱ、アイドルってさ、やっちゃいけないことだからね、やっぱ風俗かデリヘルにするべきだよね。そういうさ、お金とさ、地位がある人あってよ。 思いますねましては議員てわけじゃないですか。もうちょっとこの問題踏み込むとそもそもね、まあ、女子っていうのは、まあ、女性っていうのは社会で弱い生き物なんだよね。男と女が両方ともできるよって仕事であの有利なのは圧倒的に男で女の方が圧倒的に不利なわけですよ。もちろん女しかできない仕事だったら、まあ、女の人をまあ生かせると思うけどって考えるとさで今このコロナでこんなにね経済が、ね、あの圧迫されてるわけじゃないですか。 ってことになるとパパ活に走る女性もたくさん出てきてるわけですよ。当たり前に居酒屋で働いた人がその、ね、キャバクラ行ったりパパ活やったりなんてもうたくさんそういう事例あるわ,わけですよ。で、でパパ活に関してはさ、あの女子しかできない仕事を女子がやってるから、まあ、稼ぎやすいんだよね。反面パパ活っていうのはその、まあ、違法性もあるしね、まあ、健全じゃないわけだし、やんない方がいいと思うんですよ。でもさ、 せざるを得ないこの状況、この社会、世の中っていうのはさ、結局吉川議員はさ、議員なんだからさ、そういうさ、経済対策とかをさ、しっかり取り込めようって思うよね。こうなっちゃってるわけだからさ、実際、ね、パパ活してさ、女の子を目の当たりにしてさ、やっぱね、金なくて大変なんだなって、そういう人いっぱい見るわけじゃん、アプリの中とかで、ね。これ社会問題だからさ、だからパパ活した吉川議員を叩くんじゃなくて、 パパ活をする人口が減るような社会にあのなるようにその議員政治家さんは頑張ってくださいよと僕は思いますね。どううもありがとうございました